創業時から約120年作り続けているでんぷん海苔はどうやってできるのでしょうか。また家で簡単に作ることはできるのでしょうか。豆知識とともにご紹介していきます。教えてくれるのは大和研究開発室の K さんです。こんにちは、研究開発室の K です。今回は大和海苔の作り方について一緒に勉強していきましょう。今回は製品の大和海苔とは異なりますが、実際の工程に近い薄力粉と水を混ぜたものを熱して大和海苔に近い海苔を作ります。よろしくお願いします。製品の大和海苔の作り方です。大和海苔は日本製で長野県の工場で作っています。この動画で作る海苔の作り方はお家で作りやすいようにアレンジしたものになります。作るときは必ず大人の人と一緒に作ってくださいね。用意するものは薄力粉大さじ3杯、混ぜる用の水 80cc、 鍋に容器が浸かるくらいの水、混ぜる用の割り箸、コンロ、保管用のタッパー、以上のものをご用意ください。鍋に水を入れ、お湯を作ります。水の中に薄力粉を少しずつ加えて割り箸で混ぜます。薄力粉を一気に加えてしまうとダマになってしまうので注意してください。これで完成ですか？いえ、この状態ではまだサラサラした液体で海苔としては使えません。それにでんぷんは水に溶けないので、このままでは時間が経つと沈んでしまいます。この後海苔化という反応が必要です。よくお料理では薄力粉を水に溶いてというような説明があるので、でんぷんが水に溶けないというのは少し意外に思いました。そうですね、分かりやすいようにそう説明することがありますが、実際は溶けないんです。漢字にするとでんぷん、このでんの字はおりとも読むのですが、もともと水に沈むものという意味があります。そうなんですか。じゃあ、でんぷんという漢字は水に沈む粉という意味なんですね。のり化のため、容器ごと鍋の中に入れます。容器の中の液を割り箸でよく混ぜてくださいね。お湯の温度は水が軽く沸騰するくらいがちょうどいいです。タピオカは透明になりますが、薄力粉はほとんどなりません。少し黄色っぽくなってきたようですね。それに粘りも出てきました。これが海苔化ですか？そうです、
のり皮、でんぷんに水を加えて加熱すると起こる反応で、片栗粉でとろみを出すのも同じ反応を利用しています。実際の大和海苔ではこの反応を加熱以外の方法で行っています。ある程度粘りが出たら完成です。ところで、このでんぷん海苔を作る際に注意してもらいたいことがあります。それはあまりおしゃべりをしないということです。実はこの海苔、よだれに含まれる成分で分解してしまうんです。そうなんですか。でもこれまでおしゃべりしながら大和海苔を使っていたので、よだれがつくこともあったと思いますが、おかしくなったことはありませんよ。大和海苔は特別な方法を使って分解しにくいようになっています。そこもさっき作った海苔との違いです。作りたての海苔は非常に熱いので、冷蔵庫で1時間くらい冷ましてください。保管するときはタッパーに入れるのがおすすめですよ。この海苔は工作とかで使うことはできますか？使えますが、非常に傷みやすいので、その日のうちに使い切ることをおすすめします。保管もできますが、冷蔵庫で1日2日程度ですね。とても勉強になりました。 K さん、ありがとうございました。この動画、もしよければ評価、グッドボタンをお願いします。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。